内装などご覧になっていかがですか可愛い,いですねやっぱり今のこう高校生とかはインスタ映えだったりとかやっぱ結構内装とかも見るのですごくなんかそういう写真撮るのにもいいですしあのスイーツも食べてほしいですね何かの気になるスイーツありましたか私あのさっき手に取った猫ちゃんがいるショートケーキですかあれすごく美味しそうだなと思いました 1> 第1号のお客様として、はい、実際にそのスイーツを ご試食いただきたいと思いますいではお願いいたします,ますいしい改めて感想をお伺いしたいと思いますいかがでしょうかあのあんまり甘すぎずなんかこうたくさん流れてくるから本当に何皿でも食べれちゃいそうですどれぐらいいけそうですか私本当によく食べるんで多分10皿ぐらいいけると思います スイーツが流れてくる様子、はい、河合さんにご覧いただきましたが。<っ>どうでした。いや、なんかこう、自分の手前に流れてくるスイーツがどれも可愛いし、美味しそうなので。なんか迷いましたけど、でも食べ放題ですから、好きなものをね、食べれるのがいいなと思いました。ちょっと新しいカフェの、はい、あの、まあ、イベントということで、ちょっと体験してみて、はい、いかがでした改めて。いや、なんか、すごい、きたくなりました。初めて、やっぱり見たので。 なんか回転寿司とかもすごい取っちゃうじゃないですか、たくさん私、だってすごいスイーツ好きなので多分来たらすごい取っちゃうだろうなと思いました本当にそんなに普段から食べるんですか食べます、めちゃくちゃであのスイーツだけじゃなくてあのちっちゃいハンバーガーだったりしょっぱいのもあったじゃないですかなんで私、連鎖して食べちゃう人なんで交互で食べたらああ食べちゃうなと思いました休みの人が何にされてるんですか、えー、何にもしないですすね寝てます <laughs> 寝て、<っ>はい、お散歩行ったりします。あんまり友達とかにも、最近は会ってないですか、はい。あ、友達はでも会ってますよ、結構。でも、仕事終わりとか、休みの日は、うん、寝てますね。仕事終わりとか、うん、夜は会ってます、結構。一か月とか一週間とか、言っ、はい、て休みがもらえるってなったら、はい、何したいっていうのはあったりしますか。旅に出たいです。<laughs> どっか行きたいです。<laughs> 旅<に>。はい。 ちなな、みみにどこかか行ってみたいな国とかはうんなんか海外行けたらすごくいいですけど私、沖縄がすごい好きででも、この時期の沖縄はすごい暑いじゃないですかでも私、日焼けとかすごい好きなんででもお仕事上日焼けするなって言われてるんで日焼けできないですけど暖かいところ好きです。はい、沖縄で何したいっていうのはおい<ー><に>しいもの食べてなんかブラブラしたいですね。はい まずは自分が見た目がかわいいなと思ったものを食べてで次に、なんかすごい私、チョコとか好きなんでチョコの美味しそうなのを見つけてでしょっぱいの食べてまた甘いの食べて2皿ぐらい食べたらまたしょっぱいの挟んでっていう10皿ぐらいいいきたいですねです、はい、私、スタイル悪いかな何とも言えないんですけどいいいいやいやいや,いやそでも、なんかはし走るの好きで。 あと歩くの好きなんでめちゃめちゃ歩いたり走ったりジム行ったりしてますでも今は暑いのであのジムだと中涼しいじゃないですかだからちょっと甘えてジムの中で走ってるんですけどでもやっぱり外で走った方が多分汗とかも出るし30分走っただけで結構汗かくから外の方がいい,い,いだろうなって思ってますただ外で走ったりしたらななんんか声かか声けられて、はい、大変じゃないんですか声かけられないんですよね。 おおらないんです。<laughs> <laughs> すみません <laughs>。<laughs>